小松純也の告知、今後の活動について。はい、どうもこんにちは、小松純也です。今回、僕肺炎でね、ちょっと新潟から帰ってきたからずっと寝込んでたんですけど、ちょっとそれからですね、いろいろ考えまして、なんせほら熱があって何もすることがなかったんで、いろいろ考えました。今回ね、小松純也の活動とか YouTube のチャンネルとか、そういったものをですね、あと島田さんをちょっとリニューアルしようと思いまして、その告知の、動画です。なので特別編みたいな感じの、そんな大してリアリティないんですけど、今回、決めました。まず一つはですね、ちょっと10月、すごい私事なんですけど、事務所の方で新しい事業が始まりまして、小松純也、二刀流なんで、軍師の方の仕事がちょっと忙しくなりそうです。なのでちょっと島流ししばらくお休みします。でその間にちょっと島流しのルールをもっときっちり決めようと。なんか最近気づいたんだけど、最高に振ったのはいいけど、よく考えたら僕とか事務所の人はポスター貼ってあるからどこでやるのかとかずっと分かってはいるんだけど、視聴者の皆さんが、分からないなっていうのを思ったんで、まあ、それをまずちょっとからはっきり立てます。で、もう一つですね、曜日ごとに、これどこまでできるか分かんないんだけど、曜日ごとに毎日、動画をアップします。でもこれ僕はほら、やっぱり元ね業界人なので、業界人の存在、出てたんで、いっぱいため撮りします忙しいからため撮りをして、どんどんやっていこうと思います。で、まず月曜日は、小松には喋る歌、結構このコーナーね、なんかね話題によっては結構こう評判がいいんで、それをやります。で、火曜日はカバーですね。これリクエストいつでも受け付けてますね。コメント欄、LINE アップの返事、Twitter のリプ、Facebook のメッセージなどなどでですね、この歌歌ってよっていうのが来ましたら僕歌えますので、ぜひぜひいっぱいください。いっぱいくれないと僕もカバーね、自分でもなんですけど、歌う歌も結構レベルアップが激しいんで、だから更新してるとまた面白いと思うんですが、ネタがつきます。よろしくお願いします。なんでまずいきます。どういうふうな、更新にするか、月曜日喋、る歌で、これ結構好評なんですね、ネタによっては。なんで喋って僕オリジナルを歌います。火曜日から、カバーやります。カバーはLINE アットの返事、Twitter のリプ、Facebook のメッセージ、などなど、まあ、適当に、何だったら事務所にこうリクエストのおはがきを送ってくれたら歌えます。で、水曜日はまた喋る歌をやります。で、木曜日、質問にお答えします。小松純也に皆さんからの疑問いろいろ来ますので、これも LINE アットや Twitter、Facebook、またここにある住所に送っていただいたら、お答えします。でもそれの最初の来ないと思うし、で結構路上で聞かれてる質問いっぱい溜まってますん でそれの返事を、します。で、金曜日、これもずっと再会を、皆さんからこう再会してくれっていうご連絡いただいてたんですけど、小松純也の音楽講座を金曜日に更新します。これが一番ネタ難しいんで、いろいろその音楽を始めたいなとか、いろいろ考えてる方はまたそのラインアップとか、そういったところで僕に、質問も投げてくれたらここでお答えしようと思います。で、土曜日、ここがメインのコンテンツですね。島流し、島流しの、関係をですね、しばらく島流し お休みしますんで、その間はちょっとなんか僕のコント、ご先祖最近どこ行ったのって話結構聞くんで、ちょっとご先祖と僕のコントを見てみようかなと思っています。で、日曜日はもう告知、今後、来週こうしますよ、来週こうしますよってな感じのことをですね、僕のスケジュールを結構お話ししていきたいと思います。まあ、中にはその告知の中で僕がネタやったりとか、あとはいろいろ挑戦してみたりとか、まあ、そういったことを日曜日にいろいろやっていけたら、まあ、土日はちょっと遊びたいと思います。ということでですね、今後とも小松純也チャンネルを、で、もちろん CD とか、小松純也のLINEのライブミュージックとか、アワーとかいろいろ聞けますんで、これからも小松純也の応援よろしくお願いいたします。これからも小松純也をよろしくお願いいたします。ニューシングル「温度差」好評発売中。ファーストシングル「木漏れ日」好評発売中。チャ
チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また歩き出せるように。